みんなの SDGs です。今回は17の目標のうち9番、産業と技術革新の基盤を作ろう。新たな形の支援が新商品の開発を後押ししています。1ヶ月ずっとじっくりじっくりゆっくり発酵させて、で皮を使って皮を使ったお酢は世界でも多分初めてだと言われていて、おととい道の駅福島で行われたのは醸造酢の試飲。県内の農産物を使い商品開発を行う企業が、福島市内で生産された暁を皮ごと発酵させた新たな商品です。道の駅を訪れた人たちは桃の酢を味わいました。桃の香りほんのりして体にも良さそうだし、お酒で割ったら美味しそうですね。結構丁寧に教えてくれるのですごいいいなと思います。試飲した人たちは感想や提案をアンケート用紙に記入していきます。これが新たな形の支援。福島市の取り組み、福島チャレンジフィールドは、市内の企業が開発した商品に関するアンケート調査の場を提供します。今回に関しては出来上がる前というか、まだ販売する前なので、ここから最終調整ができるわけなんですね。今皆さんからもらった声を集約して、最もいい感じにパッケージも含めて商品名も決めていきたいなと思ってます。市としてはより良い商品が作られることで、新たな名物の誕生などに期待ができます。市の大事なですね、新しい技術製品でありますので、新しい産業、新しいことにチャレンジをしていただいて、元気な福島、そういったものにつながっていけばいいなと思ってます。市は今後もこの取り組みを進めていくとしています。